Hello and welcome. Ryudo Gaming here, and this is Mobius Final Fantasy Gameplay and Events. たまに似てるな。同じものみたい。
ドロップって言うんだってさ。こいつは特に大きいな。たまたま。ふむふむ。普通はここまで大きくないけど、アラミティアに来たら急に大きくなりました。だってちょっと待て、お前たちいつの間に話が通じるようになったのか。そう、なんとなく。コミュニケーションって理屈じゃないし。相変わらず都合がいいな。嫌な予感がしない。嫌でも戦う覚悟はできてる。楽しいな、頑張って。つけてしまった。違うよ、君のおかげで封印が解けて自由になれたんだよ。仲間を助けてくれてありがとう。だってそれはどう思う。他にも囚われた仲間たちがいるから助けて、エコー様。だって戦うのは俺だけどな。
玉ドラの地元はどんなところなんだ。たくさんのモンスターが暮らしているそうよ。ゼウスという神様のような存在がいて、ものすごいモンスターたちがいて、タマドラもいつか強くなって伝説のモンスターみたいに戦ってみたいのですだって。そんなモンスターたちもこっちに現れたということは、たま、もしかすると囚われたゼウスを助けることになるかもな。タマドラの責任重大だね。こと助けたらすごいご褒美ありそうじゃない。なんか必殺技とか教えてもらえたりして。頑張ろタマドラ、ゼウスを助けにレッツゴー。戦うのは俺だけどな。
心をへし折ってほしい。
裏の世界に神様のような強い強い存在です。だって神様にしてはイラついてるな。お祈りでも捧げてみるか。火に油だからやめといて。すごく怒ってるみたい。このパラミティアという世界が気に入らないから、自分が新しい神となりパラミティアを作り直す。そんなことできるはずが。できるか試してもらうのも悪くない。新しい神様を迎えたらこのろくでもない世界が少しはマシになるかもな。神様が悪い子を消すとしたら一番に消されるのは君だよ。俺は二番だ。一番はエコーだろ。Watching. I hope this helped. Like, subscribe, and comment for more Mobius Final Fantasy videos.